はい、今回はですね、もう今をときめきまくってる時の人ですね。まあ紹介したのは2回目かな。前は違うカードを紹介したのかもしれませんが。はい、第一鎌田ですよ。かっこよくない？あるんやね、第一鎌田のカード。うん、いいね。79。テクニック16。まあ、そうね、デビューしたての頃なんても知らないですけど、日本代表にデビューしたての頃なんてなんか特徴があるんかないかよくわからんような選手でしたよね。まあフィジカルぐらいかな。フィジカルがちょっとでかいかなっていうぐらいでしたよね。なんかこれといって、取り立てて特徴は別に、記憶がないですよね。ぶっちゃけね。まあ今や、ね、もう本当に、キングオブスターになりましたよね。いや、すごいよね。若いなぁ、まだ25か6か。カタールも下げてその次もいけるな。いや素晴らしいね大地ちゃん。まあ、こっからあと4年間はね、日本のキングとして、ね、あの君臨していくと思うんで、ぜひとも頑張ってもらいたいね。まあでもこの人本当に理想的な成長してきたよな。もういよいよフランクフルトではもう完全にねもう覚醒したから、まあ来シーズンっていうかね、もうワールドカップ終わった後ぐらいはもうスペインかプレミアかどっちかだよね。彼はでも、どっちに行きたいんかな？プレミアに行きたいんかな？それともスペインに行きたいんかな？俺もスペインやったらもうなんやろ、バルサとかでもいいんじゃないかなと思ってんけど。まあでも金ないよな、バルサな。全くな。そんな鎌田大地を取る余裕なんか絶対ないよな。まあプレミアになるかなと思うんですけど、どこなんでしょう。一時トッテナムの噂出てましたよね。まあでも行くならね、チャンピオンズリーグ常に出るようなチーム、マンチェスターユナイテッドの方がいいんじゃない？逆に今。鎌田大地、マンチェスターユナイテッド、ありでしょう。いやー、楽しみ。でも、4-3-3のインサイドハーフはな、鎌田結構厳しいと思うんですよね。4-2-3-1のトップ下ぐらいがちょうどいいかなと思うんですけど。まあまあ、それでもね。もうプレミアに移籍する、時来てるでしょう。移籍する時期がね。まあ、ワールドカップでどれだけね、活躍できるか。まあ、それが全てだと思うんですが。まあ結局ね、個人が活躍しようと思ったらチームが強くないと活躍できないんでね。森安じゃ無理だろうなぁ。まあとりあえず頑張ってくれや。